はい、メッチチャンネルです。メッチ本日は、セブンイレブンでできるあの気楽なダイエット飯の紹介です。それで本日買ったのがサラダチキンの、スモークバージョンです。スモーク糖質ゼロなんですが、これはいいですね。エネルギーは117キロカロリーですね。タンパク質26ありますね。脂質が 1.3g、これですね。これです。まずサラダチキンのスモーク。でもう1点はまたまたサラダチキンプレーンです。プレーンです。こちらの方は、カロリーが114キロカロリー、タンパク質 24.1g、 脂質が 1.2から 2.5g、 ちょっとようわからないけど、で炭水化物ゼロ。これまあ似たような感じなんですが、これもう腹いっぱいになる。プラスもこれ最強や。で切らんでもいいか、千切りキャベツ。まず僕的にはこれ、まあ僕の流れで言えばどうしよう、サラダチキン食べてこのプレーンの方、その後にこの千切りキャベツ、これでもう歯がガシ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 やったらもうめっちゃ腹いっぱいになってくるんですよ。でもシャーなしでこれ食うパターンっていうコンビネーションになってます。ちなみに千切りキャベツはエネルギー 35g、タンパク質 2.0、 脂質が 0.3、 糖質 5.1 となってます。これで、今晩のおかず、今6時のチャイムですね、やりますね。カロリー的にはこれ110ぐらい、200、これででも計300キロカロリーになります。これがもう OK って感じですね。今日の晩食はこれです。ダイエットしましょう。メッチチャンネルでした。あのチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メッチチャンネルでした。会いました。